皆さんこんにちは、水野ゆうきです。はい、ということで10月の29日の日曜日に行われる手賀沼エコマラソンのエントリーが開始となりました。まずは我孫子市民の皆様方と柏市民の皆様方の市民参加枠の選考募集が5月の10日から始まっています。市民の皆様方は5月の24日23時59分までとなりますので、お忘れのないようにエントリーをお願いいたします。そして一般の方々は6月の1日から6月の15日までとなっています。皆さんと一緒に走れるのを楽しみに、私も練習を頑張っていきます。もっそろそう、ファイト。ナイスラン、ナイスラン。はい、皆さんこんばんは、水野ゆうきです。今日はですね、夜、今22時過ぎてるんですけれども、夜練を今しているところです。ゴールデンウィーク明けですね、やっぱりちょっと日中の練習というのがかなり難しくなってしまっているので、また暑さの対策も含めてですね、朝だったりこういう夜遅くにですね、コーチと一緒に練習をしているところです。で、今自宅からこの手賀沼公園まで 1.5 キロ走ってきたんですけれども、結構余裕で走れたので、これも練習の賜物だなというふうに思って、すごく元気づけられながらですね、一生懸命練習をしているので、引き続き応援よろしくお願いします。はい、とー、真っ暗。手賀大橋を渡って戻ってきて、合計で5キロ達成することができました。もうこれは本当にコーチをはじめですね、本当に応援してくださる皆さんのおかげです。もう次は10キロ目指したいところですけれども、しっかりとですね、やっぱりストレッチしたりほぐしたりフォームを見直ししたりしながら、着実に距離を伸ばせるように引き続き練習頑張っていきたいと思います。皆さんも一緒に頑張りましょう。ありがとうございます。